第48回全国大学ラグビーフットボール選手権大会2回戦早稲田大学対関東学院大学前半が終了しました。ご覧の通り21対6で関東学院大学がリードしています。速報、2019年ラグビーワールドカップ日本開催決定。そこで JRFU メンバーズクラブよりお知らせです。 JRFU メンバーズクラブに入会して日本ラグビーを応援しよう。メンバーになると特典が盛りだくさん。メンバーだけの楽しみや女性やキッズ